皆さんこんにちは。待ちに待った林原健先生からお話を聞く機会ができました。僕にはとっておきの宝物があるんだっていうお話を、なさったんですけれども、今日はそれをちょっと皆さんにご紹介をさせていただこうと思います。先生のお宝物っていうのは碧ですよね。私は金銀財宝とかあんまりそういうのものにはダメなんで、はい、それよりも自分の本当に好きなもの手に入れた時はそれを宝物として今日にもずっと保持してるんです。ああ、そうなんですね。だからこれが極端に高い値段で売れるものかというのとは別問題でけど、私にとったら非常に価値のあるものなんで大事にしていこうというふうに思ってますとはいうものですね、まあ、この碧ものすごいこう効果があるっていうことをこの前先生にお会いした時にいろいろお聞きしたんですが、先生がそもそも碧にご興味を持たれた理由、きっかけっていうのはどういうところにあるんですか？もともとはこの碧は日本でほとんど研究されていなくて、唯一の亡くなられた川端康成先生が趣味として研究をされてたと。川端康成先生が研究された？そうです。はあ。それでちょうど亡くなる直前ぐらいにその碧をだからいっぱい持っとられるわけです。本物の碧もだからまだやっぱり集めたい碧というのがあって、はい、骨董屋さんをみんな集めて、はい、でとにかく自分はこのガラスですよね、うん、このことだと思うんですけど、これで作られた碧というのがあるのは話には聞いたことがあるけど見たことがないと、はい、ぜひ本物の碧を集めてほしいと、うんうん、いうことで、で骨董屋さんが何人か全部海外行って結局いくつか手に入れて帰って、はい、来たけど結局その時は先生亡くなられてしまってたんですよ。持っていく場所がなくて、うん、で何かこういうものに対して物好きな人はいないかということで必死で探したらしいんですよ、はい、そしたら私の名前が出てきて、それで何人か来られて、はい、私も川端先生が生きておられればお話聞いてからにしようと思ったんですけど、うん、はい、もう亡くなられたんで、うん、あもうこれ後からでもいいと、うん、とにかくその碧全部じゃあこちらで引き受けますからいうことで帰っていただいたんですけど、うん、はい、その後もやっぱりその持って最初に持ってきた人は売り場所が1個見つかったんで、はい、その後も次々あの碧持ってこられて買ってほしいということで、はいはい、だから珍しかったんで私も随分、うん、あのそれがきっかけとなって、はい、何十かあると思うんです、うん、で北京の故宮博物館行った時は、はい、非常にやっぱりいい碧が並んでまして、やっぱり国のもう国宝になっているわけです、うん、ところが日本人もその当時の中国の人もそれがどうやってできてるか、また何に使われるのかというのは誰も知らない、またそういう文献も一切ないというのが現状でした。で私はその後この碧について自分だけでずっと研究していったんです、うん、で現在このサンプルにこう作ってるんですけど、この碧の方が当時中国で使われてた結構大きなこういうこのぐらいの碧よりもはるかに力強いんですよ。あ、そうなんですか。はい、うん、でどうしてかなと思ってたら、特にこのガラスの碧の中に入ってるモルバダイトっていう、あの隕鉄という隕石というんですか、うん、ガラスの隕石というのが地球上に1個だけしか降ってないんですよ。それはあの今のスイスに降って大きなそこは穴が開いて、その後が町になってるんです。で今でもその破片が掘れば出てくると。あれでこの碧についてはそこの人は非常にやっぱり大事にみんなし続けて、またコレクターも非常に多いんですよ。ただ残念なことに使い道がわからないと先生ね、はい、あの秦の始皇帝がその碧を重宝した、はい、っていうふうに聞いたことあるんですけども。そうです。
始皇帝は壁をどんな風に使ってたんですか？あの秦の始皇帝の生涯を見られると分かりますけど、はい、もう戦争の繰り返しで来られてるんですよ。だから戦に勝つためと、うん、それとその自分の国の安全という、うん、この2つを狙って、うん、やっぱり壁は非常に珍重されて置かれたんだと思うんです。はあ、その壁っていうのは何かをこう浄化するものみたいな目的があるんでしょうか？浄化というよりも、うん、一種のバリアをこう張るんですね。これバリアを張る、ここに周囲何百メートルにわたって、はい、でその中には悪いものが入ってこれないようにする力があるんです。だから私はそれを見つけた時に最初に思ったのは、とにかく日本の何個か大きい壁を一組ずつ置いていけば、人が少なくとも死ぬような天変地異というのは避けれるんじゃないかというふうに思って、今もそれは 思ってるんです。というのは今日まで全部に置けれてないんですよ。だから私があのいろんな仕事をするときに上から降りてきてもらって、うん、で手伝ってもらうんです。それ非常に気楽にみんな瞬間的に降りてこられて、しかもできたもの、ね、映像完成図面まで持ってこられるから、本当に何でも好きなようにできるんです。一種のバリアをこう張られるわけですから、うん、その中に悪いのが入れないと、いいのだけになって、非常にピュアな形の土地とか家とか部屋がなるわけですね、うん、だからいいものは入ってきやすくなって悪いものは出やすくなる。悪いのは玄関から全部出ていくんです。出ていくんですよね、うん、そういうあの引きこもりとか、それからうつの状態の軽いような方だったら、これでおそらく。ということは、でも先生さっきおっしゃったように秦の始皇帝の時代、あれに荒れた時代ですけれども、まあ、始皇帝が使っていたっていうところがある、はい、で現代社会でも壁、こう我々の暮らし経営っていうことを考えると必要ですよね。本当はそうなんですよ、うん、あとはとにかく眠れるんですよ、これ。ああ、よく眠れる、ええ、社長が一番熱心で、はい、自分でこれ全部置いていかれるぐらいですから、あの、うん、それ以後亡くなったですね、事故が一切、はあ、それともう一つこれを置いて姫路で会ったことがあるんです、うん、そのサーカスがで私置いた日にちを忘れてしまってて、はい、何もしてなかったんですよ、はい、ですぐしたら、はい、それから終わる日に電話がかかってきて、とにかくあの2日間はダメだったけど、あとは満員で全部終わったということで、あ、これ非常に極端に現れるなと思って、みんな希望としては豊かになりたい、うん、そういうのが結局叶うための条件っていうのが全部これが解決してくれるんですよ、うん、とにかく北海道に1万坪の土地を10個か15かなんか買って、そういうのをいっぱい作ったわけですね、はい、人と車が来るようにしてほしいということで頼まれてしたわけです、はい、全部。そしたらもうこれも満杯ですよね、はあ、未だにもう。ぜひ壁をですね、皆さんの暮らし、はい、あるいは経営にお役立ていただけたらということで、今日は先生どんなものすごく具体的なお話を聞かせていただいて楽しく拝聴いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。